なんでこんなに若者が俺ん家来るんだよってこう言ってたのがすぐここの近くですよ、新中野の。お笑い一つもない負け物を許されなかったですね。どうも、松村邦洋です。よっしゃー。俺たち二人の松村のって初めてだからね。そうですよ。ここシューマイ美味しいですよ。美味しそうだね。松村の、はい、なんか変わったことないですか、リカちゃん。なんか優しくなったね。あと顔が変わった、整形したでしょ目が二重。ああ。松村邦洋、ためにならないチャンネル。ということで今日は場所がですね、梅門屋Qさんという鍋横のお店に来ておりますね。中村君、はい、来ましたよ。来ましたよ。今日はなんと江頭2時50分がゲストです。よーきよいしょーおっしょおっしょよしいやーオーガーちょっと待って、取れますか。外れた外れた、外れました、ね、いいんですよこれ。いいのいいの、毎回外れながらテンション上げて、ね、はっきり言う。ちょっと松村君、はいはい、おっしょロシーいいよって言ったじゃん。おっしょ誰も俺のモノマネって分かってないから、おっしょロシーいいよーがっぺん。ちょっと待って何だっけ、これね、誰も俺のモノマネだと分かってないって。これは俺のだ、金満腹になっちゃうね。おそろしいよっていうのは、うんうん、俺が福岡からこっち来たばっかりの頃、うん、ね、福岡から、うんうん、来たばっかりの時に言ってたことだから、はいはいはい、あ、そうか、俺止まっちゃってんだね。そう、記憶が止まってる。あのモノマネしても誰もわかんない。そうか、俺30年前にね、大川工業の打ち上げの時よくやってたんですよね。そうなんだよ、その頃は受けたんだよ、ね、その時受けた。おそろしいよっつって、今は、うん、よーしたっぺんむかあ、うまい。ちょっと、うまいよ、俺だよ。もう一回、よーよーペムカツク、ペムカツク。いや、ちょっと難しい、すみませんそんなもんはね、これだけエガちゃんがね、30年以上やり続けたものをね、はい、インスタントで2分でやれって言われたらできないですよ。いや、この継続は力。長さがすごいね、エガちゃん。ありがとう。エガシラ2時50分、お父さんはエガシラ2時45分。去年亡くなられたですよね。ありがとう。松村君からいっぱい電話あったね。いや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 、高田先生にもお知らせしたらね、日本放送のビバリーヒルズの中でね、江頭の親父2時45分が亡くなったっていうのをねやりましたよ。そしたらネットニュースになりましたね。そうですよね、うん、江頭ちゃんのお父さん亡くなったってねの、うん、ちゃんとツイートしてくれたのは、うん、あのビバリーヒルズだけだったって。そう、他のとか一切やってませんけどね、ちゃんとこれ、エガちゃんのお父さんっていうのは、テレビ朝日の深夜のネタ番組でも出てくれましたしね。出てたね、2時45分って言ってね。ね、だから梅沢富美男さんみたいな感じで化粧してて、なんか出てた感じがするね。ああ、そういうこともやってた。やってたでしょ。うん。ね、飯島愛ちゃんからすっごく気に入られてた。おぉ、飯島愛ちゃん、本名大久保松江。おぉ、知ってるね。飯島愛ちゃんも気に入ってた、お父さんが。すごい、いや、いい。飯島愛ちゃんが江頭2時45分を気に入ってた、お父さんのことをね、うん、通称と写真うちにあるよ。あの葬式の時はね、はい、松村君とのツーショット、親父と、はいはいはい、あと飯島愛ちゃんとのツーショット、おお、あのたけしさんとのツーショット、おお、お笑いウルトラクイズで、うっちゃんなんちゃんとのスリーショット、おお、テレビ出まくりですよ。うちの事務所の若手芸人よりはるかに出てるじゃないですか。すごいんだよ、お笑いウルトラクイズもうちの親父出てたからね。出てたですね、活躍してたんだよ。ありがたかったと思いますよ、松村君、ありがとうね。いや、とんでもない、ほんとね。うちもね、あの北京オリンピックの時に2008年に、だから東京マラソンの1年前にうちの母親も亡くなって。あ、そうなの。親父は今も生きてて、あのイノシシを取ったりしてますけどねあれ、お父ちゃんもお母ちゃんも亡くなったんですかね。いや、母ちゃんは今90でものすごく元気、じゃあ、エガちゃん家の奥さんとうちの親父の再婚みたいなのもあってもいいかもしれないねなんだそりゃちょっと待って、はいはいはい、あなたね、ええ、モノマネはいいけど、はい、企画はダメなんですそうです、もう企画はね、ないんですよ。
ダメだよ。今日はずっと雑談して終わろうっていうことなんですね。先ほどエガちゃんのエガチャンネルでもね、出していただきましてね、うん、そうだね、エガちゃんがもう目あれ二重だと知らなかったんですよ最初ね。最初から二重で、うん、松村君をこれで騙すぞって言って、うんうんうん、ずっとその後トークしてたんだけど、うん、気づかなくて、うん、だけど最後の最後になんか変わったことない、変わったとこないって言ったら、うん、二重、二重、そうだね。したらちょっとやっぱりね、二重になったらなんかエガちゃんと俺久しぶりに会うから、こんな顔だっけなと思ってこんな顔だっけなと思って普通に喋ってた、喋ってた、こんな顔だっけな、なんか年取ったからこんな丸くなったのかなと思って、なんかあれと思って、ちょっとよく考えたら、あ、今の方がエガちゃんだもんね。今が俺だよ。うん。あの時あれって、俺なんかちょっとそう言われてみると天宮亮さんみたいなね。雰囲気が合ってたもんね。うん、あの、エガチャンネルも言ったけど、うん、俺たち同じ大学なんだよね。そうです。九州産業大学。ね。お互い中退。そう、中退。あの、島田誠さんも中退ですから。そうなんだ。ね。まあ、卒業されてる人も結構いらっしゃるとは思うけど、北条司さんもそうですよ。あ、そうですか。あのキャッツアイとかシティハンターの、ああ、橘山ですよ。うん、橘山って、橘道雪がいたっていうね、うん、あそこの東区のカシーノ、そっからのつながりで、そうです、その後ビバリーヒルズだよね。そう、日本放送のビバリーヒルズで高田文雄先生が仕切ってる、はいはい、そのラジオに松村君と松本明子ちゃんがいて、そうです、そこからなぜか、うん、そこの放送作家の高田文雄先生の弟子の松田文雄、松田健二、はい、その人と俺が友達だったんだよね、はい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 、でちょっと変わったやつがいるって言ってチョイスしてもらった。そうそう、やっぱり映画ちゃんをね世に出したのは、あのトースポのカメラも撮ってたんですけど、ね、あの福島の方行ったんですかね、福島のね、シャケフェラ、シャケフェラだ、シャケがもう帰ってくるっていうところ行って、シャケと暴れた、まあでも鮭のフェラをね、あれをやったっていうのは、あれでトースポ一面で鮭フェラっていうのは、あれはあのその写真撮った方は未だもう大出世されたんでしょ、鮭フェラで。吉澤さん、吉澤さんは鮭フェラでもトースポでももう不動の地位を得たのはエガちゃんの鮭フェラですよ。あれでフューチャーされたんだよね。そうですよ、裸でこうやって、ズボズボやってたからね。そう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 。で、あの福島の人たちが、はい、あのサメ川にいっぱい来てたんだけど、うちの鮭をなんてことをするすげえ怒ってたもん、全員。鮭がせっかく戻ってきたのになんてことをするんだ、あいつは誰だ。それがエガちゃんのね、もういいインパクトだけどね、それ悪いことじゃないんだよね、我々も世に出なきゃいけないから。そうなんだよ、世に出なきゃいけない、コンプライアンスだって、いち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 叱れたら困るし、困る、やっぱりその叱れたものをやっぱり出なきゃいけないもん。そうそうそう、ねえ、うん、あれはいけない、これはいけないっつってね、こうテレビでこう注意すると、躊躇して喋ったりするとね、ああ今言っちゃいけない、これ言っちゃいけないっていう、面白くなくなるんだよ、終わっちゃう。その点 YouTube は好きなだけ喋れるから、すごいね、いいっすよね。はっきり言うけど、エガチャンネルでしょ、いや、でいいんだって、いいでしょ。あのね、松村君は電波少年、はい、俺は朝やんっていうところに来たじゃん。ルー大柴さんと清水美智子さんが、松村君電波少年でうんち漏らしてんだよ。そう、俺はもうね、うんこをね 3,4 回番組で漏らしてますもうパンツからうんこが出るのが見えましたもん。香港で、あの漢方が効くかっていうロケだった時にね、弁当食べた後その漢方がどれだけ効くかっていうのやってた時に、確かもうね、あの中国から帰ってきて日本に帰って成田空港から漏らしたことありました、ね、あの松村君よかったね、あのチーマーはどうだったの。チーマーで掴んだよね、うん、まず。そうですね、渋谷で、うん、チーマーの松村くんが格好して、うん、そしてそうチーマーを注意にしていく、そしたら、うん、絡み始めるんだよね。そう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 、これでチーマーの子たちもね、なんか知らないけど結構気性が荒かったですね。すごかったね。俺も飛び蹴りとか食らったりとかね結構あったんだけど、俺あの頃渋谷のセンター街歩けなかったですね。そうですね、まあ、いつもあのなんか、なんだろう、渋谷のパルコに行く時もタクシーで行ってましたね。松村狩り、うん、松村狩り、出川狩りっていうのが
すごかったね。出川さんちもね、この近くでしたよ。あのそうなんだよね、イタリアンラーメンっていうのがあって、その近くのね、クリーニング屋の真正面のマンションが出川さんの家だったから。あ、そうだね、うん、あれだから俺んちにね、なんかファンがいっぱいこう来て、なんかこう松村ってこう言われた時も、だから俺出川さんの住所を書いて教えましたもん。タニアンラーメンの近くだっつって、出川さんちに、なんでこんなに若者が俺んち来るんだよっつってこう言ってたのが、すぐここの近くですよ、新中野の。そうですね、出川さんち行った時めちゃくちゃ家が汚かったの覚えてますね。あ、そうだ、うん、今ワウワウで、うん、電波少年やってるんですよ。やってるじゃん。はい、土屋敏夫さんもやってるし、一回ロケやろうかとか言われてるんですけどね、まだコロナでやれてないんですけどね。どんな感じ、過激、うん、昔のテレビをこうスタッフの方とかお話ししたり、こうやって、今んとこそんな過激なやつはないけど、台本は見せてもらってないですね。あ、そうですか。だから台本見せてもらってない司会者、うん、毎回電波少年の時は台本を見せてもらってなかったんですよ。あ、そうですか、うん、そうなんですよね。俺のやっぱりあれは、うん、水中グランプリ。俺も水中グランプリ、浅草橋ヤング用品店のグランブルーね。最初あそこのヨガの先生と戦ったんだよね、はいはいはい、そしたらどっちが長く潜れるか、うん、そしたら2分59秒で俺が勝っちゃったんだよね、はい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 、そしたらそれに清水圭ちゃんが噛みついたんだよ、うんうんうん、こんなのでこんなんで絶対負けまへんで、清水圭ですわ、ヒッピーをヤッピーに、ね、清水圭ですわ、ね、はい、そうそう、うん、そしたら圭ちゃんが3分20秒潜っちゃったんだよね、はい、そして俺は1分台だったんだよね、はいはいはい、それからずっと圭ちゃんのトップが続いてたんだけど、はい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 、チャンピオン、最後の最後に江頭、はい、挑戦しろって、はい、ディレクターに言われたんだよ。高田先生のところにも来ました、ね、コメントが来ましたよね、うん、俺ビバリーの時そうだったな。男子賞とか潜ってくれましたね、うんうんうん、そうした。いや、今思うと男子賞も潜ってくれたんですよね。めちゃくちゃな番組ですね。めちゃくちゃな番組、ほんとだ。お笑い一つもない。いやでもグランブルーはすごかった。最終的に映画ちゃんが4分14秒、あれ2分30秒で気を失ってんですよ。ギューッとやったらポーンと意識が遠のいて、意識が失ったんですよ。それからずーっと潜ってて、その間キッドが泣いて、エガちゃんエガちゃん出てこい出てこいって、おかしいから。いや俺ね、もうほんとあの時玉袋さんとかがね、もうロケなんかどうでもいいから早く出てこいよっつって、俺も死んだんじゃないかと思いましたもんね。ああ、エガちゃんが、清水美智子さんも泣いてたらしいね。もういいからいいからってゴン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 って聞こえたんだよ、はい、それでパッと目覚ましたら4分ぐらいだったんだけど、あ、俺潜ってたんだ。それでやっとグーってやってバーッと息吸ったら、はいはい、ブラックアウト、はい、そっから痙攣ゴーって。でスタッフが一人一人水の中に入ってきて、はい、スキューバーの人も入ってきて、はい、10人ぐらいで上げて、ああ俺息吹き返さないから、ああ何回も酸素ボンベやってビンタして、やっと息吹き返して、ああ、そしてロケが再開。その時に号泣。今それやれって言われてできないでしょ。やれないでしょ。今ほんといい時代ですね、こうやって YouTube でこう普通に喋れて。それ今喋れるからいいけど、よく俺
今年コロナになりましたよ。そうだね、そうだね、知っとる。元旦にコロナ、まあ26日に発症して、うん、コロナになりました。もうなんか今年死ぬのかなとかちょっと思った。まあ一応この注射とかいろいろな薬飲んで元気になりました、うん、2009年そのさらに11年ぐらい前には、うん、あのマラソンで倒れました。そうだね、心肺停止になりました。それで死にそうだね、2回やりました。まあまあ、その他にもまあなんとなくいろんなのあるんですけど、うん、エガちゃんのグランブルーには勝てない。誰も勝てねえ。4分も水の中潜れねえ。気失ってくなってで目が覚めたっていうのは お笑いの神様ここまで守ってくれるんですね。4分って潜れないでしょ。4分俺1分も水の中入れないですよ。あのルーさんが1分耐えたんですよね。あ、2分ぐらい。ルーさんが2分でしょ。いや、水の中ね、4分19、清水圭さんもやりませんよね。次俺4分19やってやろうと思わないですもんね。清水圭ちゃんは結局潜れなかった、ね、潜らないでしょ。俺無理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 、この状況じゃこの水の中に入ってるのは無理。なんで神ね、あの顔名人大賞新人賞も取ってね、うん、慶州で来て吉本興業でこう来て圭さん高坂みゆきさんとも結婚して、うん、もうグランブルーやることはないでしょ4分19にね。だけど、うん、テリーさんが言ってたのは、はい、ちゃんと悪役をやってくれた圭ちゃんがいたから、うん、エガちゃん、ね、光ってんだぞ。あ、その犠牲があったからエガちゃんが光ってるっていうのをテリーさんが言ったんですか。そうです。でもなんでそんなにそこまでやろうと思ったんですか。頑張るの、エガちゃんのもうほんと頑張りっていうか、なんでそこまでエガちゃんは負けず嫌いだから。負けず嫌い、やっぱ岡古牛のあの総裁もさることながらやっぱエガちゃんはほんと負けなかったですね。負けるのを許されなかったんですね。あの頃、うん、でもみんなむちゃくちゃだったよ、ね、いやみんなむちゃくちゃだった。みんななんか世の中に出たくて、うん、もうとにかく世の中に出たかった。出たくて、もう本当そうだった、うん、出たかったね。出たかった、もう本当。俺も僕もね、我ウルトラクイズかなんかで重心サンダーライガーとプロレスやった時に怪我した時にあれ、まあ、ちょっと局から4万円いただいた時もうあれで焼肉食いに行ったもん。何にももらえなかったのに4万円手当いただいた時俺も嬉しくて焼肉食いに行ったもん。しかも誰にも食わせたくないから自分への怪我のご褒美で焼肉、中野新橋のもう潰れた焼肉屋だというか横綱っていう焼肉屋、高野花火屋の近くにあったけど、そこ行って一口タン塩を噛みしめたもん。 うわ怪我するとこんなに潤うんだと思ったことある怪我っていいなと思った。重心サンダーライガーさんに怪我、この目のあたりこう怪我になってあの血垂れた時、それでもなんかまだモノマネやってたからあれね、うん、やったな。覚えてる、ポール・マキさんが重心サンダーライガーにお前そこまでやる必要ねえだろってなんか噛みついたりね、なんかいろんなのがあったとは思うんですけど、俺もやれたの良かったですね。俺も怪我結構しましたよ。え、いや怪我はつきもんだけど、増田みのりちゃんと高須さんの結婚式も行きましたけどね。本当あれだったな。増田みのりちゃんは僕がなんだろう、あのマラソンで倒れて意識不明の時に日本放送の、うん、ちょっとそれ詳しく聞かせて。日本放送のね、松村邦洋ためにならないチャンネル、まあ基本的にためにならないんですけど、自分の好きなことを、やっていきたいと思いますんで、もしまあなんかこのチャンネルいいなと思ったら登録してください。